これが神コメントというのよ。見習いなさい。日本サーバーはね、日本人に誘われたら行くことあるわ。千円ジャッシュ。はい。あれ？はい。あれ？なんか違うわね。はい。はい。皆さん、こんばんちは。もう何が正解かわからなくなってきたわ。今日もね、マークスマンライフル使っていくわよ。ほんとね、私ね、これショットガンよりマークスマンライフルのセンスあるかもしれない。マジでね、これ冗談抜きで60メーターまでこれワンパン可能なのよ。なんでこれみんな使わないのか、ほんと私にはね、理解ができないわ。タイプにもね、M字さんにもね、勝てちゃうの、これ。私、嘘つかないわよ。本当にね、私の動画見てればね、この強さがわかるわ。まあ、私と同じぐらいのプレイヤースキル持ってれば話だけどね。というのは冗談よ。ごめんなさいね。私もね、たまにボロ負けするからね、マークスマンライフル使って。というわけで今回はね、マークスマンライフル使ってね、ランクマッチ2000いくわ。ちょっと待って、今ちょっとイントネーションめちゃめちゃおかしかったわね。まあいいわ、みんなこの動画楽しんでちょうだい。あと高評価とチャンネル登録まだの方お願いね。この武器のいやらしいところはね、たまに反射が出ちゃうの。反射が出た時にはね、それはもう罪じゃないわよ。それはね、あなたに試練を与えてるの。そうなのよ。ポケモン初期版のね、榊にたどり着くまでの試練みたいなものよ。自分が苦しい時にいかに自分の実力を発揮できるかどうかを試し返せた、試されてるのよ。安心しなさい、私薬。まあ、薬やってると思われてもおかしくないわね。最近はね、動画の伸びがね、めちゃめちゃ悪い。あとチャンネル登録者数。もうみんなショットガンの世界ランカーに免疫ついてきちゃったのかしらね。もう1ヶ月前の勢いはないわね。あと1ヶ月前はあれか、みんな休み中だったのかしらね。そりゃ毎日2本動画上げても、なかなか伸びないわけよね。まあ、私は地道に頑張っていくわ。本当にこういうのはね、私大好きなの。カレーのルーと同じよ。コトコト煮込んでる間にね、どんどん味が出てくるの。そして長年の月日を得てね、輝き出すのよ。食べられちゃうけど。でも大丈夫。私はね、みんなの高評価とコメントがね、本当に大好きなんで、どれぐらい好きかって？そうね。どれぐらいかしら。はい、そういうことでね、今回の動画をそろそろちゃんと実況していくわ。味方の視点ゲータイム左から来ると思うんだけどね。いないわね。わ、いた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 。やばい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 。やっぱ、危ねえ。これがショットガン世界ランカーのキャラクターコントロールよ。略してキャラコン、私はマゾコン、キツネはコンコン。はい。いや、もうやばいでしょ、これもう私の目やったら終わりなのよ。こんなのされたらね、私もブチ切れるわ。ほんと、大パンしまくりよ。さ、1対1ね、どう来るか。はい。死んでたわ。まあしょうがない、突き抜けていきましょう。これ取って終わりよ。マークスマンライフルだけど結構キル稼いだんじゃないかしらね。あ、終わっちゃったわ。いや、私以外タイプ使ってて28キロはやばいわよ。さあもう一試合見ていこうよ。ファイアリングレンジね。こっちの方がね、私無双してるからね、こっちぜひ見てほしいわ。まあいつも無双してるんだけどね。さあ2階へ登って戦国時代を蘇らせましょう。名付けて、おた鉄砲隊を、マークスマンライフルの強さ、思い知らせてあげるわ。まあ、鉄砲隊といっても一人なんだけどね。私が隊長で、私が隊員。命令も私が出して自分が動くの。なかなかいないわよ、こんなやつ。何でも一人でやるのって勇気いるわよね。わかるわ。いや、ちょっと待って。私何話してんの？まあいいわ、私の綺麗なエイム見てちょうだい。もうすごいでしょ。本当にね、どんな武器でもね、初段当てられる自信がある人をね、使ってみてちょうだい。ただ私はね、AR とか SMG の初段はね、ガッバガバよ。必ずね、銃口がね、あさっての方向を向いちゃうの。こんな風にね。うわ、ちょっと待って、アドバンス UAV 出てんだけど。これ今回の味方はちょっと拠点意識低いわね。マークスマンライフルであんまり乗りたくないんだけどね、拠点は。もう入るしかないかしら。まあいいわ、もう少し様子見ましょう。敵が来てるわね、こっちから。いやー、これちょっとトリッキーなシチュエーションね。上にもちょっと敵がいるし。左からも来てるし。やばい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 。これやっての、あー、これきついか。さあ、味方をカバーしに行こうよ。ちょっと待って、前にいるんだけど。うわ、ちょっと待って。なんで前にいるの？よし。後ろ後ろ後ろ。マジか。ちょっと40ポイントさ、この先怖いわね。どうにかして差は詰めたいわね、今。ここは冷静にカットしていくわ。そして、こっちも敵いるわね。いや、今当たらんのか。いや、これ中入っても絶対生きてるからね。行くかしら。いやー、きついよね。玉切れだわ。いやー、やめて。お前来んなよ。絶対来んなよ。来たらストーカー。いや、来てる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 。もうあの子、ストーカー確定よ。ストーカー気質めちゃめちゃあるわ。あ、私がただ弱いだけなんだけどね。
さあ、私はちょっとこっちを見ておこうかしらね。だいたい脇道がこっちから来るからね。はい、買ったわ。スナイパー並みの殺傷力ね。目があったら終わり。目があったら、いや、見つけたら終わり。ただ私ね、フォブマックスだからね、見つけるまでが大変なのよね。うわあ、ちょっと待って、めっちゃいるんだけど。これはちょっと危ないわね。もう次の拠点に備えて2階に行こうかしら。ちなみにはしごはね、英語でラダーよ。たまにビジネスシーンでラダー効果とか聞こえよね。まあ簡単に言うとね、はしごみたいに段階を踏んでいってね、意識改革を行いながらモチベーションを上げていくみたいなもの。みんなもそのうち聞くと思うわ。まあもっと簡単に言うと男女のイチャイチャみたいなものよ。最初お互いに優しく触れ合って、その後ツッコンパッコンよ。なんでもね、段階、順番が必要なの。これができない人はね、ビデオの見過ぎよ。え、何のビデオかって、そんなの言うわけないでしょ。絶対 YouTube に消されるわ、私。アドルのビデオ。ちょっとそろそろ本気出していくわ。1対1買っていく。そして、ここいるわね。あ、ナイス、ナイスカバー味方。さあ、味方が拠点入り出してからね、私は外でカバーしていくわ。スワームが出てるからね、ちょっとリスポーンがごっちゃになるかちょっと心配だけどね。こういう時はね、2階に行けば安牌よ。さあ、来たわ。下にいるわね。いや、それ当たらないのか。いや、結構ね、弾抜けみたいなのが多いんだよね。いや、ただエイムが悪いだけなのかもしれないけど。ちょっと下にいるわね。ちょっとこれ怖いよね、下に行くの。いや、いる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 。いやー。おずずるし、よし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 。俺が私のキャラコンよ。一発のダメージもらってないわ。そうよ。私はね、不死身なのよ。肌に傷がついても脱皮して生まれ変わって、綺麗さっぱりパックよ。わ、ちょっとそれは聞いてない。あと敵は12ポイント取れば勝ちね。ちょっとこれ厳しいわね。ちょっとガチでいかないと負けちゃうわ。はい。いや、これやばいやばい。危ねえ、三盾。これがワンパンの魅力ね。ワンパンマンって呼んでちょうだい。さらにこれをカットして、もう一枚来てるのをカットする。これがマークスマンライフルの魅力ね。さあ次はどこかしら。ちょっとリスポーンがごっちゃになってるわね。こっちか。はい。さらにもう一枚右にいるわね。いや、ちょっと逃した、ごめんなさい。いやいやいや、あ、振り向くと思わんかったな、今の。まだ20秒あるわね、あそこ。ちょっと、ここはカバーしに行かないとまずいわね。衛星にカットしていくわ。会社の後ろあたりに行きたいわね。ここでカットしていけずに、ここでカットする。そしてもう一枚あそこにいるわね。いやー、ちょ、こっちか。来て来て。いや、こいつタイプか、勝てるかしら。いやー、やった。やった、やった、やったわ。いや、ほんとやばいでしょ、これ。タイプに打ち勝ったわよ、今の。さらにカットしていく。そう、これは、これいい流れじゃないの？今のキル大きかったわね。アイファーグも泣いてるわよ、今。さあ、残り9秒ね。9秒であなたたちに何ができるかしら。マークスマンライフルはね、一発外したら終わりだからね。冷静に撃つことが大切よ。将棋と同じよ。一手一手撃つ前にしっかりと戦略を考えてから撃つの。高評価、チャンネル登録、お願いね。That you pulled me through, I give it up.